誰もが人生の四季を旅する。一人では生きてゆけずに、あの人は今誰とどの季節を過ごしているのだろう。薄紅色のトンネルをくぐって、時は穏やかに流れて、101回目の桜を眺めている君の手を握りながら、当たり前のように咲く花にありがとうと声をかけた。なんとなくもう会えないね、初めて感じた春。ふと花びらがひらり、何度だって咲く桜の花は清く誇り高く、優しく強く、たとえ失うとき、本当の終わりが来るよ。パパもママもその大切な人たちもちゃんと僕の中にいる。老いることのないその花が大丈夫と奇跡を信じた春。ひとつ涙がほろり、何度転んでも立ち上がる花、清く誇り高く、優しく強く、僕大きな手で守ってくれた。言わず争いもせず、ただ生まれ変わり、何度でも咲き誇る桜のように生きたい。さて手をつなごう、そのぬくもりを大切な誰かに伝えるために、みんな君にありがとう。
大人。